本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。交流祭です。本日は、邪神ちゃんドロップキック、第8話を視聴して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。前回でもう、動入りですね。もう、間違いないですね。それまで、邪ンちゃんに対して、まあ、魅力もあるんだけど、ゴミくず野郎で、特に、メデューサに対してひどいんじゃないですか、と。 散々文句言ってきましたし、もっとこうしてくださいよとか、こういう風に考えられないですかとか、こういう優しい言葉があってもいいんじゃないですかと散々文句を抱き、また言っても来たんですけども、それがもう100%どころか、もう100何0%も丸々全て満たされまして、もう全く不満がないです。前回の邪神ちゃん第7話は、もうここ数年で見た、 アニメの中でも最高峰の一つと言っていいぐらい大変素敵な話で美しく可愛らしくやっぱああいう恋の話っていいなーって思わせるねそういうときめきとか喜びを思い起こさせてくれる最高に素晴らしい話でございました。 あの後ももう何回も見てね。で、まあもちろんリアクションと共にも見るんですけど。なんで、まあそリアクション見ながらもう思ったんですけど、もうこれで私もう完全に満足しましたんで、もうこの後ね、どんな話あってもいいですわ。もう OK です。で、あの、やっぱ邪ンちゃん見に来てる人は、ああいうドタバタのコメディを見て、見に来てる人も多いでしょうから、7話見たいのは私は大好きですけど、 私とかね、あの、ま、同様に待ち望んでた人は、そこそこいるんじゃないかなと思いつつも、やっぱり、あの、邪神ちゃんがクズで、ゆりねに縛かれたり、制裁を食らったり、で、ギャグがあったり、いろんなキャラが出てきたりの、そういう楽しいコメディアニメを期待して見に来てる人もたくさんいると思うんで、もう、今後、そっちの方向に思う存分戻っていただいて、今後、そっち方向でどういうふうに展開していっても、私はもう、文句言いませんので、もう、7話までで、12話分の、 もう評価は完全にに満タンになりましたので、でももうう大丈夫です。もうこの後はもういつもの写真茶に戻っていただいてでコメディアニメを見に来た人たちに存分に楽しい時間を提供してあげてほしいなともう本当にねあの1話だけで全て満足してしまうようなそんな素晴らしい第7話でしたねもう本当にねあのいちいちまあ、全体的に雰囲気も良かったんですけどまあ、細かいところを上げていくとキリがないですけどまあいくつかだけ 本当に良かったとところを挙げるとまあ、あのポポロンをね、ぶちのめしたというか、懲らしめたのは良かったですけど、まあ、でもまたすぐ戻ってくるんだろうなという感じはしております。まあ、それはもう冒頭のね、一瞬だけで、一瞬ってことじゃないけど、割と序盤だけで終わって、で、あとはメデューサとの、ひたすらこの2人のね、話でしたね。本当にいい話だった。まあ、細かいことですけど、あの、アバズレ。 が、あの、ジャシンちゃんこういうのを略し方なのかしないですけど、アバアバ言ってて、で、それが、あの、アバのダンシングクイーンとマネーマネーマネーに繋がってたと。ただ、ここね、字幕ではそうなってなかったんで、日本語を聞き取れた本当に一人か二人のリアクターさんしか、ここにアバのリファレンスが仕込まれてるっていうのは気づけなかったですね。これがクランチロールさんとかの字幕だったら、普通にそのまま字幕にしたんでしょうが、ま、あこの作品は、 字幕作りに関してはかなり変わってるというのは前を申し上げましたが。あの、単眼ンンちゃん可愛かったですね。なんか、声もめっちゃ可愛かったし、細かい音ですけど。あと、このね、あの、また字幕作りの話ですけど、単眼ンンちゃんが持ってきた、あの、賞与、サタンからもらった賞与なんですけど、あれね、サタンの涙ってラベルに書いてあったでしょ。だから、この、この作品の字幕の付け方だと、セリフとセリフの間に、サタンズティアーとか、 なんとかそんな字幕つくのかなと思ったらなんとあのラベルには字幕がつかなくてですねなんでと思うんだけどでだからあのサタンの涙出てきたけどあれが何なのかほとんどの人は分からなかったんですよでこれはさっきの「あのマネーマネーマネー」を聞き取った人とは別のリアクターさんなんですけど一人だけね日本語読める人だけがあれはサタンの涙って書いてあるんだと思うなって言ってたぐらいでギリ伝わったんだけどあれなんなの 何なんすかねこの字幕作りの法則というかよくわかんないわ。どういうルールでやってんだろうまあそんなことがありましたね。あの、リアクションネタだとね。で、まあそんなことがあって足が生えたりして、まあやっぱ足に関してはね、みんな割と同じような反応してる人多かったんですけど、足が生えてるとただのウルトラ美少女じゃないかと。めちゃめちゃ可愛いくて綺麗で素敵なんだけど、これはただの美少女であって邪神ちゃんではないよなと。 なんかねヘビに戻って安心したみたいなコメントとか結構ありましたねまあ可愛いんですけどねでやっぱその時も申し上げたんですけどやっぱ服着てる方がいいですよ可愛いですよ絶対あのー、まあ裸でいてもそれ美しいし可愛らしいくはあるんだけどずっと一緒だしあのー、服着てるとまあ自分で選んだ場合だけど その邪神ちゃんがどういう服を可愛いと思って着てるのかなっていうことも分かってそこがまた可愛らしかったりするんじゃないですかあ邪神ちゃんってこういう服が可愛いと思って着るんだなみたいなそんなところも分かるんでだからまあ服はその外見を装うんだけどその装い方によってその人のセンスが分かったりねどういうふうに思ってるのかっていうのも分かったりするからねまあもう着ないのかなでもたまにではいいからちょっとおしゃれしてほしいですね でまあここからは本当にずーっとメデューサと2人っきりなんだけど、まあ、ここでねいちいちねもう打撃の一個一個がね半端じゃないめちゃめちゃまぶしい甘い重いもう泣きそうになりましたもん私あまりにも素敵すぎてまあそれは前回も散々申し上げましたしであのそういうコメントこれに触れてるコメントとかリアクションはすごく多いですからまあ一個だけあげるとすると もしかしてこれは私だけかもしんないなと思うところを1個だけ挙げると本当に何気ない細かい一瞬だけのシーンなんですけどメデューサーの足がコンタクトのコンタクトレンズの副作用で石化してしまって人のいないところにつって座,座るじゃないですか2人でまああそこのねなんか細かいさっとああいう気遣いを自然にしてしまうっていうのもねジャシンちゃん本当はメデューサーのことを気遣ってるんだなっていうのが分かってそこも嬉しかったんですけどその後、まあ 一悶着あって、さあ帰ろうかっていう時に、あの、まあもちろん、おんぶしてくれる邪神ちゃんもすごくもう、あそこはね、心臓がわしづかみされるような感動でしたけど、その一個手前の、邪神ちゃんが紙袋を取り出して、人混みを歩くからって言って、紙袋に穴を開けるシーンあるでしょあそこがなんかね、わかんない。なんか知らないですけど、ものすごく私の胸に響いて、あそこのシーンがすごく大好きなんですよ。前回の7話全体の中でも。 なんでかわかんないですけどねあんなちょっとした何気ないシーンなのにすごく印象に残ってて大好きなんですであのアニメーション特にこの作品みたいな手書きのアニメーションっていうのは画面に現れるものは全て作為の上に成り立ってるじゃないですかだからあんなちょっとしたほんの短い数秒のシーンでも作って入れようと思わない限り存在しないわけですだからわざわざ作画してあそこに入れようっていうふうにしたってことはあそこもね そこにどれだけの意味を込めたかわかんないですけど、あそこは必要だと思って入れられたシーンなんでしょう。一瞬のカットなんでしょう。だって少しでもコストを削減しようと思ったら、あそこは別にバッサリカットして、ベンチに並んで座る二人の後ろ姿から、カメラが前方に回って二人の間の空間を映しているところにじゃあしんちゃんが横から、はいって言って、 紙袋だけが画面の端から現れるみたいな手渡しするみたいな書き方でもよかったんだけど割と引きで2人の全身が丸々画面に映るように後ろから映してで後ろから映してるから紙袋の前面が見えててじゃあしんちゃんがそれを紙袋に穴開ける細かい仕草本当にちょっとしたところがわざわざ描かれるっていうのがまあ入れようと思って入れたんでしょう。 それは間違いないんだけど、なぜかね、あのシーンが本当にね、癖になるというか、まあその前後の一連の邪神ちゃんの気遣いというか、メデューサに対する対応とか、物言いの一つ一つも、なんだ、自然にそんな風に言動が出てくるんじゃないかと。全くね、作ってない。何にも意図してそうしようと思ってやってないってことは、もう心の中ではそういう優しいところがあって、それがメデューサの方に向いてるんじゃないかと。 本当にね、一つ一つ全部自然でね、で、優しくて、普段からありのままの自分でいる邪神ちゃんの、さらにどういうふう、どういう気持ちでいるかっていうのが分かったし、で、その気持ちがすごく優しくて、メデューサーに対する愛情が感じられて、本当に素敵な、あの、一連のくだりでしたね。うん、あれはもう本当にあの時点でもうこの作品は、今期の私の中では、派遣と。 そしてもう電動入りしたんで、この後はもう普通の邪神茶に戻ってくれても大丈夫だと。100点満点の頂上にあるゴングが鳴りましたんで、もう、はい。この後はもう、思う存分、バカバカしい、くだらない、明るくて楽しい、ドタバタなコメディに戻っていただいて大丈夫です、というふうに思いました。もう本当に、こんなこと言ってるとね、また例によってキリがないですから。これなんだろう。あ、そ、そんでね、あの、普段あんまりそういう、 よっぽど有名なアニメしか、そのワンエピソードについて取り上げない海外の、そういう情報サイトとかニュースサイトでも、な、7話はなぜか話題になっててましてね。やっぱりなんかしら、海外でもあのエピソードは響くものがあったんでしょうかね。なんか取り上げてるサイト多かったし、 うんまあ、足が生えたってことだけじゃなくてそのメデューサーとの間にある素敵な話について取り上げてるサイトがあって珍しいなこのサイトがじゃあ新ちゃんを扱うなんてちょっと意外みたいにふうにも思いましただから結構、うん、なんとなく強い印象を与えたんでしょう第7話は海外に対してもあと細かいネタですけどあのコンタクトレンズ屋さんが 出現したのをなん,なんで急に自分から現れたんだと思ったらあれ邪神ちゃんがジタンダ踏んだのがその足跡が魔法陣になっててでそこに召喚されたっていうことなんですねまあ振り返ってみてなるほどと思ったんだけどなんかこの作品ってカレーを作ってる時のそのかき混ぜ方が魔法陣になり鶏肉が生贄に,になり 歌が呪文になりみたいな説明があったりペコラがつまずいた石が後でポポロンの頭をぶん殴るのに使われたりペコラの家を直すのに使われたこれは前回も申し上げましたけどガムテープがポポロンをぐるぐる巻きにするのにまた後で出てきたりなんか後で出てくるものとか後で起こることの理由をその前段階でなぜかすごく整合性にこだわって説明してますよね。うん、何でしょうねこれ そんなとこ別にね、ふっ飛ばして不条理に、そういうギャグ作品、ギャグアニメ特有の説明のない、説明とか合理性とか事前の行きさつとか全部すっ飛ばして、急に現れたってね、理由なく現れたって、全然別に読者はそれを咎めたりしない、読者じゃないや。視聴者はそれに対して、おかしいぞ、なんて突っ込まないでしょうしね。なんかね、そこに対するこだわりがちょいちょい出てきて、それがなんか独特だなと。なんでそここだわったんでしょうね。 これは脚本なのかな原作でもそうなってんのかなわかんないですけど。これは筆安さんか決めたの。ね、わかんないですけどね。なんか変わってる。普通のアニメだったらそんなことしないと思う。そんな説明なんて別に必要ないし、そこの整合性が取れてなくても、何の蓋然性もない、突拍子もない展開とか、でも誰も文句言わないと思うんだが、なぜこだわったのか。わかりませんが。まあーでも何はともあれ、ざっくり申し上げて、とにかく前回は個人、特に個人的に、 最高の回でもうこれこれ以降どんな話になっても一切文句はございませんと全ての願いを満たしてくれるもう100%じゃなくて何百パーセントも満たしてくれる本当にそんなにそのぐらい素敵な回でした本当にありがとうございました前回はもうなんかあのねあとあの服買いに行って服を当ててみて服を選んでるメデューサの笑顔とかねもう死ぬほど可愛かったしね あのシーンとか、その、紙袋に穴開けるところとか、何回もね、つい思い出してしまって無意識に、その度に幸せな気持ちになりました。本当に素晴らしい第7話でした。こん <laughs> な感じで、まあ、8話以降は多分普通のいつも通りに戻るんじゃないかな、みたいな感じですけどね。というわけで、じゃシしんちゃんドロップキック、第8話見ていこうと思います。いきます。3、2、1、5、 マータ音量間違えてるわこれあれかそっかそっかいつもと違う配信サイトで見てるからプレイヤーが違うのかそれでかほんともうかわいいであの邪神ちゃんかわい可愛いかわいい見た目は完璧ですごく綺麗で素晴らしいってだいぶもう私 23話からもうすでに申し上げててそれとあとあの邪神ちゃんだけ何モチーフかわかんないよねみたいなことも申し上げてたじゃないですかそしたらあの最近になって気づいてリアクション動画見てるとラミアラミア言われてるんですよなんだけどいやラミアラーミアってさあの鳥のやつでしょ鳥系のあの鳥っぽすぎるやつでしょと思ってて で、実際にラミアで検索しても、あの、あ、ほら、やっぱり、あれ、これだわ、この鳥だわと、鳥っぽすぎなやつだわと思って、なんだろうと思って、ただ思いつつスルーしてたんですけど、あれ、ラミアなんですね。みんなラミアって言ってたのね。だ改めてラミアで検索したら、まさに、あ、ラミアじゃねえか、邪神ちゃんはと思って。邪神ちゃんはラミアモチーフだったんですね。っていうことが、やっと最近になってわかりました。 ずっとわかんないわかんない思ったけど。で、あの、ラミアについてググったら恐ろしいことがわかりまして、あの、ラミアっていうのは、その美しさで男を虜にする悪魔なんですね。いや、そのまんまじゃねえかと。パチンコ、うわ、最悪。<laughs> いきなり最悪だな、あんた。で、その金、誰の金またメデューサなんでしょ いやだからそれってさすごくないですかこのキャラは美しさで男を虜りこにするキャラだからそれでキャラデザよろしくって言われてその通りのキャラデザできませんよ。できたら苦労しませんよって話でしょ。そりゃそうでしょ。二度と行かないでください。だからそういう発注があったかわかんないですけど。 ラミアーモチーフだから男を魅了する外見でよろしくってっちゃったかわかんないですけどまさにそのラミアーの逸話通りに私まんまと邪神ちゃんの見た目に魅了されてますよね何なんだこの作品は恐ろしいいくら男を魅了する外見の悪魔モチーフのキャラだからって実際にその通り魅了されるやつ出てくるかね <laughs> ふざけんなこいつ ひどいな、もう。前回の美しい思い出がコッパみじんに砕かれていくわ。うん。ふざけんな <laughs>。いや、絶対違うね。絶対今じゃないね。ていうか、永遠に来ないね。撃つべき時は。2万円も撃つつもりなの いや。ありがとうございます、ゆりねさん。本当にいつもすいませんね。うーわ、最悪じゃん。ばっかじゃないの、本当に。いや、メデューさんも金渡すな。絶対してないね。まあ、今はしてるかもしんないけど。で、その時どんだけ心底を反省してたって、絶対すぐ元のもかみだから。<laughs> いや知ってますよあなたも知ってるでしょ十分どうすりゃいいのこの人いやえこいつそんな方々から金もらっててさらにそれをパチンコですってそれでも何とも思わないわけどうかしてんな頭しいよこいつ そそりゃうでしょ当たり前でしょいやもうやめたらいや私あの前回で満足したから何が来たってどんどこいですよとか言いましたけど今若干その決心がぐらついてますわ冒頭からこの崩さってどっ いやもうすでに信頼ゼロなんで監視役としてメデューサには言っといてもらわないと困るんですけどおもうこの人の名前せめて名前ぐらいそろそろせめてそろそろ名前ぐらい名前ぐらい出てきてもいいんじゃないかな <laughs> なかなか高いな 北欧とかですかね。もっと寒い地方の方が空気きれいそうっすね。お、こいついかにでしょ、マジで。いやー、ゆりねさん、意外とあれですね。ゆりねさんも意外とちょろいですね。いや、はあこいつまた出てくんのか。あの、なんか、トゲ付きバットには元ネタあるらしいっすね。うわ、マジか、こいつ。 なんでそれをわざわざ奪う必要があるのあのトゲ付きバットってなんだっけドクロちゃんに出てくるらしいですねエクスカリボルグだったかなエスカリボルグだったかはあうん そのぐらいのことを、尖め立てしてほしくないですね、あなたに。いや、お前に何一つ言われる筋合いないかんね。ペコラがどうしようと勝手でしょ。いやー、それはですね。お <laughs> ていうかさ、あんな、わかんないけど。 <laughs> そう食べたなじゃちゃんいやあのねペコラさんそこじゃないんですよそっちじゃないんですよまあしょうがないけどね <laughs> ペコラさん食べ物のことしか考えられないですからねそうなんですよざまみろっすよ え再生するのあれいやだってさそうそう再生するんだったら待ってるだけじゃんえそうなのまあそれ知らないだけで上級とかあんま関係ないかなえー、なんだそりゃ っていうかそんな簡単に取れたりなくしたりできるもんだったらさスペアあったりとかないの予備とかでなんでポポロンは来たのここにそしてなんでいつまでもいるの何のようなんだいやペコラ言いやすぎますよ こいつ殺しに、あなたを殺しに来たんですよ。<laughs> ほら。ああ。そうしなさいよ。いや、ペコラちょっとお人しすぎるわ。自分を殺しに来たやつですよ。よくそれを水に流せますね。 ねえあんなちょっと取れやすすぎませんかなんか不用心だと思うんだよな <laughs> 全然高くねえな <laughs> 高か <laughs> だいぶばらつきますね、まあ悪魔には住み心地いいかもしれないですね いいろんな人いるからねで毎シーズン毎シーズンいろん異世界からいろんな人来るしねなんじゃそりゃこれどっから聞こえてきてんのこれはどっから聞こえてきてんだ んなんだなんだなんだこれまさか脳内に直接なんだこの異様に長い勧誘だかバイトの案内だか知らないけどあーそっかそれはね ポ,ポロンだってなんか働かないといけないですもんねいやでもあのあんただって他にあるよりはあの制定住事業よりは他にバイトあるでしょ身元不明だっ,ってさ展開での身分あるんでしょいやあんまうん あはや。<laughs> まあこれでまたひな祭りを思い出す人多いんだろうなでもペコラはそういうね悪魔の住みやすい国に来た悪魔たちを排除するのも最初の方は目的の一つになってましたよね今はなんか生きることだけが目的になってますけど。 またかよ。また増えたじゃんまあでもあれは諦めたのかしんないけどそうだよ何千何千粒 <laughs> いやそれ絶対食べなきゃいけないの。 でもこんだけ世界からいろんな人たちが毎シーズン毎シーズンドサドサ来てたら排除するの無理だろうな。<laughs> <laughs> なんすかこの可愛い鬼。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、ひどい。やめなさいよあんた。さすがゆりねさん、ありがとうございます。いつもすみませんね、視聴者の代わりに二分殴っていただいて <laughs>。 まあそうだよな。いやあなたのねそれ以前にあなたのそれ服じゃないっすから服のせいじゃないから <noise> この鬼は着たて <laughs> <laughs> 怖わまあねえ。 視聴者の代わりに突っ込んでくれるのはありがたいんだけど、ちょっとやり方が残酷すぎるんですよね。うん、いつもどんなのいつも大人の鬼なのはあ。どう見てもカキですけどね。重書きですけど。 これ通じるかなこのネタセーラー服と機関銃あっ<お> <laughs> 自己承諾でも叩き出さないんすよね鬼は外言いながら長 <laughs> <なんか笑>これ長い方がいいんでしたっけあとさなんだっけ喋らず 言葉を発しないまま食べきらないと意味ないんじゃなかったっけ忘れたけど。っていうか私も大人になるまで知りませんでしたわ恵方巻きそんな風習があるってことしか知らなかったしあるって言われたところであれ食べようと思わないなぁ。 ねなんかよくわかんないしねいや絶対もっとマシな場合とあるでしょフ <laughs> 短うわぁ <laughs> 2回 <laughs> 上がってんじゃんランク。 だだんだんランキングでの位置づけがひどくなっていくなまあこれでもマシになった方なんですけどねもっとひどい時期あったしああうん前回でも前回前々回か あらな,なんだそのらしからぬ優しさはっていうか知らなかったのねペコラそれ割って食べるってえ <laughs> なんかこれ2日ぐらい持つな2日無理かなんでそんな急に親切なの ああなんだそのいちいち万全のアドバイスはうんあら今回は素直に受け取るしちゃんと普通にお礼もいいのねなんかポポロにあんなこと言われたあとだから前にも増して拒絶するかと思ったけど分かんないけどうわー <laughs> 真似しちゃいけませんよ。<laughs> 子供に見せるのにはちょっと不適切な絵面ですね。<laughs> そうっすね。<laughs> まあ、できればその帰り方はしないでほしいですね。ちゃんと帰ってほしい。あらかわいい。ねえ。遊んであげてるんですね。うーわー。うーわ、こいつマジ。いや、だからこいつにさ、あのー、 資金ルートを与えちゃダメなんですよいやいやもうなってるでしょ <laughs> まあ確かにね普段からあんまり暴言がひどいからう <laughs> わ いやもうねルートを立たないと無理です絶対にあのあればあれだけ使っちゃうからまかそうね魔界の通貨は何なのわかそんなのがあるか知らないけど元から来てねえだろ ダメですねそういうことじゃないですねそうなんですよ前回も言ったけど邪神ちゃんも働けってなんかあるっしょそう <laughs> そこちゃんと捕まえてたのね <laughs> あ大丈夫は大丈夫ですけどねなんか向いてる仕事ないのあんたまあそんな襟好みしないで今すぐさっさと働くべきだと思うけどね <laughs> おいおいこいつ本当にいい加減しとけよいやあのこの流れになんでなったか覚えてないですかねお久々に登場 <laughs> 静かな <laughs> でどこだったんだんえそこに飛ばしたってことゆりねがやっぱゆりねってさ そうなのでもそんなの魔法使いかなんかじゃなくても作れんのなんかゆりねねあのどう見ても普通の人間なのにペコラが魔女魔女言ってんの何なんだと思ったけどやっぱり本当に魔力があるのかなもしくは魔術が使えんの魔導書とかでふざけんじゃないよいややっぱ私はあの冒頭で言い過ぎたかもしれないですけどしつこくあんなにしつこく言わなくてよかったかも。 この後どんなクズでもどんどこいですよ。前回でもね、100万満足しましたからねとか言ってましたけども。いやーひどい。今回ひどいな。いやー素晴らしいわ。なんか前回で私みたいなことを言うやつがある程度現れるだろうなっていう見透かされてたような感じすらしないでもないぐらい今回ひどい。だってかつてないぐらいひどいでしょ。 <laughs> そのまま <laughs> いやあクズがさらに奈落の底に転がり落ちていくその流れのまま終わりましたねいやー後悔しております後悔しておりますけどまあでも前回第7話の素晴らしさそれでも全く色あせることないんですがまあそこでねあんなこと言って天罰が下ったのかもしれないですけど。 ほんとにもう、信じらんないぐらいひどいっすね、邪神ちゃんって。それまででさえ、6話まででも、あ、でもあれか、5話までか。5話まででも、底辺ごみクズ DV ひも野郎だったのに、6話でそれがね、あの、どう考えたって、極悪人のポポロンを、速攻でぶち殺してくれて、 ぶちのめしてくれて、もうあそこで喝采を浴びていたのにね。さすがしんちゃんかっこいいぜっつって実際かっこよかったし、めちゃめちゃ。で、それが7話でね、急上昇してもう完全体験外まで評価が吹っ飛んでいったのに、今回でまさか、ゼロに戻るんじゃなくて地獄の底まで急降下していくとはね。いやー素晴らしいわ、この振り幅。 ある意味もう褒めるとしたらそう褒めるしかないおっ C がある <laughs> 初めて C パートだあそうなのそういえば今回作画はねだいぶ危なかったけどまあそりゃそうだよやめデューサの笑顔も可愛いけどねまあね 誰しもそうだけど笑顔が一番かわいいっすよね。いや可愛い可愛い私この顔好きですよ。うわ。エリザベート・バートリーってどこまであの話エピソードは脚色されてるか知らないですけど、本当にああだったのかなあのアイアン・メイデン作ったり、あとあの、なんだっけ、あの、本当かわかんないですけど、 その年老いていく自分の姿に耐えきれずに自分の姿が年とともに醜くなっているのに耐えきれずにその女中とかを殺してはその,その女中とかに働かせてで散々どやしつけたり焦らせてでわざと失敗させてその失敗に言いがかりをつけてで殺すっていうでその生き地を浴びて若さを保とうとしたっていう伝説ですけど。 あれ本当なんですかねわ、なんかね、すごく物語的な脚色臭くて、本当なんかどうか分かんないですけど、まあ、噂に尾ひれに尾ひれがつながってって、ああなったのかなっていう感じ。なんか物語としてもね、すごく流れも整然としすぎてるというか、うまい具合に物語積むみたいな感じで思ったんですけどね。分かんないですけどね、調べたことないから。ただなんか、そのエリザベート・バートリーが作った拷問器具がこちらですみたいな感じで、残ってるのもなんかね、うん。 本当にそんな上手い話あるかねと思ったんですけどね。まあ、調べたことないですけど。あの、小説とかいろんな本当にね、いろんな本に引用されるんですよ。エリザベート・バートリーって。だから、しょっちゅう見かけて、それで覚えてるんですけど。なんか極端な、そういう人物がいたというか、物語にしやすい都合のいい人物っぽくてね。まあでも、うん。今回は、本編中にも何回も申し上げましたけどね。本当にひどい。何なんだこいつは。 一体どうしたらいいので、あの、その手口が毎回同じで、一度見破られた手口を何回も使うし、で、同じ悪さを働いて、同じ制裁を食らっても1ミリも反省しないで,で、反省はその都度、まあしてんのかな心速をしてるかもしれない。もしかしたら。下手すると、あの都度、都度都度の反省は心速をしてんのかもしれないです。ただその反省がすぐに忘れ去られて、 また自分の欲望に負けて悪事を働いてしまうというね。だからああいう人はね、公正にかけたってダメなんですよ。その人の心がけとか、反省、心がけとか、心変わりにいくら期待したってダメで、でもしかしたら本当に公正するかもしれないですよ、自発的に。でもそんな可能性の発言を待ってられないので、もうね、あの物理的に立つしかないんですよ。 そののの選択の問問題題じゃなななくて必然の問題にしいいいといけないです。お金を無駄遣いしないというのは本人がお金を無駄遣いしない人のお金を取って使ったりしないという選択をするのを待つんじゃなくてそれができないように必然的にお金の無駄遣いをしない状況に置くしかないんですねそうするとだからさっきも言いましたけどお金を使うルートを立つしかないですお金を貸さない与えない預けない で使えるるルートがあったらそそれれを遮断するともうだからまあこれも盗み癖で邪神茶も盗み癖の一種とは言えますけど盗み癖がある人とかあと薬物中毒アル中も含めですけどあれはもうコントロール障害なんでまずコントロール能力を喪失してるっていうことを自他ともに認めてそこから治療開始しないといけないです真面目なこと言えば構成を開始するしかありませんその認識を持つところからがまず構成プログラムの始まりでございます な感じでねもうあの冒頭からこいつ地の底まで落ちやがったぜと思ったらその地の底のさらに下らに下って次から次に行動によって何段も何段もどん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 ガッタンガッタン落ちていくこのまさにものの見事なあまりにも無様な堕落っぷりはいや私ねあの前回のことをここ数年で見た最高峰のエピソードの一つって申し上げましたけど本当にこの世に最低のクズがいるとすれば邪神ちゃんだと。 いう人がいて、いや、お前ら今そんな七話見て浮かれてる一部のユリファグに今のうちから警告しとくけど、こいつはマジで地獄の底までどこまで探しに行ったって見つからないぐらいの本当に最底辺の真っ暗闇のクズだから覚悟しとけって言われましたけど、原作組とかから。認めますわ。本当に邪神ちゃんは。 特異点の先に特異点の先というか自称地平の先にあるクズ二度と這い上がってこれない全ての光を吸収するあらゆる変化をもたらす変化をもたらすためにいかなる力を外部から投げ込んでもその力自体が吸収されて二度と帰ってこれないぐらい宇宙の彼方にある別次元にあるクズです認めますでも好きそれとこれとは別問題ですからね やっぱ可愛かったわ今回はもう本当にこれ以上クズなやついないだろうしこれ以上クズなエピソードまあこの先あるかもしれないですけどねだって5話までだってねこれもうこれ以下のクズなエピソードないだろうと思ったんだね油断してましたからまさか人から取った金を直にパチンコにつぎ込みさらにソシャげにつぎ込みで働く気は一切ないというねもう本当に真っ暗闇の中を手探りで地面をさするようにして探しても絶対に見つからないぐらいのクズこいつ以外は見つからないというぐらいのクズでしたね もうそれは認めるんですすけどやっぱ可愛いすねででねあのそうオープニング中にラーミアの話しましたけどなんですってここに来るまでラーミアラーミアかラーミアはあの鳥のやつだからそのラーミアの記憶と検索結果にミスリードされてそのラーミアにたどり着けなかったんですけどラーミアっていうのはその見た目の美しさで男を虜にしてなんとかするんですって食べるんだったかな食べるんだったかどうするんだろう食べる以外。 なんだえっ、ー、とその生命力を奪うわかんないけど。 どれにでもすんのかなだから見た目その見た目の美しさで男を虜りこにするラミアモチーフのキャラなんでよろしくーっつってキャラデザー頼まれたからって実際にその通りりできててで実際にこうやって私みたいにその見た目の美しさで虜りこにされてしまう男が現れるってすごいですねだからこの作品のビジュアル作りに関しては何度か素晴らしいということは申し上げてきました なんかそれはもうほとんど魔法に近いんじゃないかとこの作品のビジュアル作りに関するその高度な完成度ってほとんどね超能力のレベルに達してますよね。 だって私知らなかったんですから。ラミアモチーフっていうこと。で、まあ知ってたら逆にあれか、意識しちゃって惹かれなかったかな。ラミアモチーフだっていうことを知らない人間が、その見た目を見て、まさにラミアの美しさに見せられ,見せられるがごとく、見せられていくっていうのは、本当に魔法みたいな話ですよね。まあそこまでね、ぞっ掘りれ込んでるのは私ぐらいかもしれないですけど、でも、邪神家の見た目に関しては本当に褒めてる人多いし、で、それは後からラミアモチーフだっていうのを知って驚いた人もいるんじゃないかな。 まあそんな感じでね、そうやって調べれば調べるほど、掘れば掘るほど、いろんな興味深いというか、驚くべきことが出てくる、そんな作品でもあるんですよね。あと今回、割とペコラ、うん、ちょっとね、出てくるたんびにひどい目に遭うんで、それだったら出てこない方がいい。<laughs> 出てこない方が回、まあ、しかもしれないっていうふうにも言えますけど、まあでも、割とペコラの出番が長かったのは、私的には嬉しかったですね。あと、可愛かったですね、やっぱりペコラって。 邪ゃちゃんが一番可愛いっていうのは何回か申し上げてますけど、でもやっぱりペコラも可愛いですよ。あの、特に、ね、今回何があったか知らないけど、どういう心境の変化か知らないけど、それも本編中でも申し上げましたけど、ポポロンに、お前悪魔と仲良くしてんのかっていうか、お前に,なお前に何一つ何、 どんな事柄であれ、お前に何も言われる筋合いないんだけど、と、ムカッとしたんですけど、悪魔と仲良くしてんのか、とか言われたから、で、その後にね、邪神ちゃんが来たから、その時にあの、ポポロンの言葉が邪魔をして、以前にも増して拒絶反応するんじゃないかなと、もう、ペコラそれいいよと、もう素直に受け取ろうぜ、これは相手が悪魔であろうが、魔女であろうが、何であろうが知らないけど、とにかく、美しい心、親切の心の一つなんだから、それは拒絶しちゃいけないでしょ、と。 天使としても、むしろ、と思ってた例の拒絶反応が、以前にも増して強く出るのかなと思ったら、そんなことなくて、素直にスッと、ためらいもなく受け取って、ちゃんとお礼を言って、っていうのは、ペコラの中でね、どんな変心境の変化があったんでしょうね。もう私、仲良くした方がいいと思う。邪神ちゃんと。あの、ただ、邪神ちゃんからの意地悪とか攻撃には気をつけながらだけど、邪神ちゃんたちと仲良くした方がいいと思うわ。なんか、あの、 邪神ちゃんからペコロに対してはろくなことないでしょうけど、まあユリネのお使いとしていろいろくれたりはするんでしょうけど、それは邪神ちゃんの意志とは関係ないんで、まぁ邪神ちゃんに警戒しつつなんだけど、でも、ユリネとかミノスとかメデューサとか、あの辺の仲間たちと仲良くした方がいいと思う。なんかそんな気がする。ポポロンははっきり言って、まあね本編中にも申し上げましたけど、自分を殺しに来たやつと、あんなそれを水に流して手を組みましょうなんて、協力しましょうなんて、 それはね、ペコラがいい奴だからとかそういう話じゃなくって、天使としてそれ多分やっちゃいけないんすわ。わかんないけど、展開の詳しいルール知らないですけど、そんな悪事を働こうとした奴、で、実際に今だってろくでもないことばっかりしてるような奴を許しちゃいけないと思うな。どういう流れになってるかわかんないけど、 ポポロはほっといて手を切ってじゃあしんちゃんたちと仲良くした方がなんかいいような気がします。私的に。まあそんなこともあったんだけどやっぱりペコラって可愛いなって思えるそんな今回でしたね。なんかあのね、恵方巻き食べようとして口あーんってするところがなんかめっちゃ可愛かった。なんかペコラの今まであんまり描かれなかったような心境の変化とか考えてることとか思いもわかってやっぱり可愛いなと思った。そんなエピソードもちらちらあってね、良かったですね。 で、ポポロンがラーメン屋で働いてるぐらいだからね、ペコラも他の仕事あんじゃないかなと思ったんですけどね。展開の、だって、あの、身分不詳とか言ってたけど、だって展開での身分があるでしょそれ伝えたらいいんじゃないのいけないのだって、魔界から、魔界と人間界でああやって金融機関での取引があるぐらいなんだから、展開とだって普通に行政レベルでのルートあるんじゃない 外交ルートか知らないですけどなんだからあの普通に外国出身者と同じでだって悪魔がこんだけね自由に暮らしてスマホ持ってでそしャげに課金して口座持ってカード持って自由に町を割歩して暮らしてるんですから別に天使だって普通にその展開での身分伝えたらいいんじゃないの そんなね戸籍のない人間のようにホームレスとして生活していく必要ないんじゃないかなとなんかまあ細かいことなんですけどなんかそれは今回の天使の間に関することと似たような感じでペコラーが持ってる思い込みが操作してるのかもしれないですけどねそれは細かいことだしまあ分かんなくていいことなのかもしれないですけどなんかそんな風には思いましたねなんかね別に身分とかいくらでもやり終わりそうな気がするけどまあそんな感じでで最後にね まさかこの作品であると思わなかったけど、C パート。本当にちょろっとしたもんで。で、そこで触れてた尺が持たないっていうのは関係あるかわかんないですけど、今回作画結構甘かったっすよね。途中。割と、お、お、やばいやばいやばい、大丈夫か大丈夫かと。だいぶね、ぐらついてましたもんね。大丈夫かと思ったけど。多分これはもう、うん、これを見たほとんどの人が気づくレベルで作画危うかったですね。まあ、やっぱこの半ばぐらいのエピソードになると、作画ってやばくなるもんなんですかね。 ただこの邪神ちゃんの場合その作画がリソース不足になったり時間がなくて雑になったり崩れてしまったりしてもそれほど可愛さが変わらないんですよねそういうタイプの絵柄ですよね最近の例で言うとゆるキャンとかもそうでしたねゆるキャンも結構作画危なかったエピソードありましたもんね中盤ででも別になんかああいう、まあ、まさにゆるい感じ なんか、間抜けだったり、崩れてたりするんだけど、なんか、あの雰囲気が維持されてれば、作画で、その作画の稚拙さが印象を邪魔したりはしないっていうね、そういう絵柄になってるのは、まあそういう面ではね、こういう類のピンチをあんまりダメージを負わずに切り抜けられる、そういうふうな作画、あの、絵柄になってますね。そんなところは邪神ちゃんも全体的に共通した、共通点のある絵柄となっておりますというような感じでした。なんかね、あの映画をね、私好きですけどね、あの顔。 あれがなんかね、フォーちゃんに貼られた画像を見て分かったんですけど、あれ、エビスフェイス、だから、エビス顔なんですね。あれ、エビス顔って呼ばれてるんですって。まあ、英語圏では、エビスフェイスなんですけど、もしくは、エビススマイルって言われてましたね。あの、4話だったかな。あの、邪神ちゃんが脱皮した自分の皮を自分の身代わりにこさえて、メデューサを待ってる時、で、メデューサがそれを見つけて、ショックを受けてる時の階層に出てきた邪神ちゃんも、例のエビススマイルでしたけど、 あの100、100%脱力してきった、もう完全にバカになってる何も考えてない頭空っぽの、なんか脳みそとろけちゃってるようなあの笑顔ですけど、私、あの顔好きですね。なんか。まあ何につけ邪神ちゃんが笑ってたり、嬉しそうだったり、幸せそうだったりすると、私もすごく嬉しいですね。まあそれはもう本当に、まあまさかそれがラミアだからだとは、まあそれ、うん、それがどこまでね、繋がっていくかなんないですけど、まあそのぐらい邪神ちゃんが私の大好きなキャラだってことなんでしょう。 いやあ、今回もね、本当に濃かったという、嫌になるぐらい重いダメージを次から次に矢継ぎ早に食らせてくる、そんな話という意味では濃かったし、本当にちょっとでいいから休憩もらえませんがって感じるぐらい、休みもなく、本当にもう疲れ果てるようなひどい話でしたけど、まあそれでも面白かったし、語り尽きない話でしたね。前回とは違う意味で突き抜けてる話で、で、まあ前回、 それでもやっぱり伝道入りであり、今期の私的派遣であることには変わりないと。そんなことをつ、うん、まあ、痛みとともに思い知らされた、そんな第8話でした。そんな感じで、ジャシンちゃんドロップキック、第8話見ていきました。お付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。